アドルフ・ブラングニアーとアドルフ・ブロンニャールはフランスの植物学者である。古植物学のパイオニアの一人である。パリに生まれた。祖父は建築家のアレクサンドル・テオドール・ブロンニャールであり、父親は地質学者のアレクサンドル・ブロンニャールである。1822年から1825年の間、海外を旅し、パリ大学で医学と植物学を学び、薬草に関する論文。 メモアール・シュール・ラ・ファミーユ・エラムニツ、ウ・イスト・アール・ナ・チャール・イ・メディコル・でジョン・ラ・スクイ・コンゼントセ、グループ・でプランテ・で学位を得た。ソルボンヌの医学校で教師を務め、1833年にパリ植物園の植物学と植物生理学の教授となった。1834年にフランス科学アカデミーの会員となり、後年はフランスの科学行政の監査官などを務めた。 現存する植物と古代の植物の関係を研究し、古植物学の父という評価を得た。1821年に、戦史時代の植物の分類の試み、1828年に、著作、化石植物の植物史序論を表した。主張は、1828年から1847年まで、かかって、出版された。 化石植物の植物史2巻で各年代の地層に含まれる化石植物について解説した。1841年にロンドン地質学会からウォラストンメダルを受賞した。ビクトル・オードワン、ジャンバティスト・デュマと共にアナール・デ・サイエンシズ・ナトレルを創刊し、1854年にフランス植物学会を設立し初代の会長を務めた。豆かのぞ ブラングニアーシャクウンスやヤシカのブラングニアーティケンシャ、ベックなどに、懸命されている。ブラングンは、植物の学名で命名者を示す場合に、アドルフ・ブロニアールを示すのに使われる。ありがとうございます。